若林博士のこうした言葉には鉄よりも固い確信とともに何らかの意味深い暗示が含まれているかのように響いた。しかし私はそんなことには無頓着なまま頭を今一つ下げた。どこへでも連れて行くがいい。どうせなるようにしかならないのだから、というような投げやりな気持ちで、同時に今度はどんな不思議なものを持ち出してくるかといったような多少の好奇心にも駆られながら、すると若林博士も満足そうにうなずいた。ではこちらへどうぞ。九州帝国大学医学部精神病科本館というのは、最前の浴場を含んだ青ペンキ塗り2階建ての木造洋館であった。その真ん中を貫く長い廊下を今しがた来た花畑沿いの外廊下伝いに一直線に引き返して向こう側に行き抜けると、監獄の入り口かと思われる物々しい鉄張りの扉に行き当たった。